はい、どうも、ヒロです。サンダーランドキャリア続きやっていきます。で、今回はバンリー戦やっていきます。バンリーが今10位ですね。うちのチームが今、4位なので。で、勝ち点がね、そこまで離れてないので、前回クリーンシートね、達成しましたけども、今回もクリーンシート達成できるように頑張って、勝ち点をね、離して、まあ、2位、3位、まあ、首位のウエストブロムだったかな。まで、近づけてね、いけたらいいかなと思います、今からねスタメン決めていきましょう。で、前回ハットトリックのゲルハートじゃなく、今回は、デンベレ使います。で、トップ下 が、アダムヤンで、でリアジそのままに しときましょう。で、メイバルトで、で、ここロドウェルでねやっていきましょう。ベネッツじゃなく、マオリダで、で、ウィリアムズ、ハックね、今回フィル・ジョーンズ使います。これちょっとね、キャプテンマークハックにしときましょう。うるさいんで。で、ムルヤ選手じゃなく、アイディンでやっていきます。で、ウルライヒでね、やっていきましょう。で、ベンチに、ペデルセン、ムルヤ選手、フセイン・バシッチ、そうですね、ウォルコットにしとこうかな。ウォルコット、ロバーツ。で、ポルターじゃなく、今回、ゲルハート入れときましょう。あー、多いことじゃなく、ミロにしとこうかな。うん。前回ね、良かったんで、ミロはね。なので、まあ、フィル・ジョーンズが、ちょっとね、指揮が普通なので、ここだけが心配ですけども、あとはまあ、大丈夫じゃないでしょうか。OK。じゃあ、バンリー戦、やっていきます。ね、うわー、これ結構やばいな。硬いぞこれこれバンリー硬いな。これうわー、パスの出しところね、あんまり個人で持っていかないの無理かもわからんな。これあー、ナイスキーパー。The pass could do damage. Barnes, opportunity to take the lead. ああ、やられたわ。これちょっと厳しそうだな。マッソン。リチャード。あ、出てないんだね。これはやばいな。よし、 OKOKOK。 よしよしよし。まあ今のような攻撃がいつも通りなんで、あれをもうちょっと増やせれば、細かいパスつないでね、崩していくような増やせれば、まあ、ゴールシーンがね増えて得点までいけると思うんですけど、バンリーの守備は結構組織的で硬いんで、なかなか難しそうですね。だからこの2失点は結構痛いと思うんだよな。これ多分3失点目くらったらもうちょっともう敗戦濃厚になっちゃうと思うな、これ。そういうこと言ったら、普通に本当に3失点目くるから。あ、やっぱ。ちょっと待ってよ。危ねえ。助かった。危ない危ない。いやー、ムルヤ選手とか、ディフェンスラインのメンバーはそこまでいじらない方が良かったかもしれないな、これ。お、ちょっと、あっちゃ、マジか、ちょっと簡単に決まりすぎだな。あぶない、ちょっと選手交代しよう。これはちょっとダメだ。ゲルハート入れましょう。で、フィル・ジョーンズに変えてペデルセン入れます。で、ハック、こうで
そうですね。まあ、とりあえず、センターライン。あ、そうか。プリチャードいんのか。センターラインちょっと変えましょう。とりあえずあと2点をね、残りの時間で。よし、OKOKOK。よし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 。いい動き出し。よし、もう一点もう一点。シュート。OK。うわ、ハンドだわ。やらかした、これは。うわ、どっち蹴ってくるだろう。ああ、逆だった。4失点か。これちょっときついな。75分。残りの時間で2点取れるかな。Right, I understand there's been a goal in the Bristol City match and Alex Scott has all the information. Yeah, oh, wait a minute, could be in here. よっしゃ、OK。 あ、この時間で1点取ったんだったら可能性あるわ。いけるいける。この選手がな、すごくいや、マジか、危ねえ、ナイス。いや、あのちっちゃい選手めっちゃいいな。誰よあれ。あ、いいよ、これはいい。よっしゃ、オッケーオッケー。よーっしゃ、同点に追いついた、オッケー。さあ、逆転までいくぞ、このまま。よっしゃ。マジかよ、危ねえ、助かった今。あ、何しよう、何してんの。あー、ミスったよ今、もったいね。頼む、早くして。マイボール。あー、もったいな、失敗した。あー、もうワンプレーさせてくれ。あー、やーべー、チャンス逃しちゃった最後。いやー、引き分けなきゃ、負け、いやー、悔しい。はい、まあね、4失点したんで、いやー、最初負けると思いましたけどね、追いついて、いやー、最後のね、2つのプレー、あそこでね、もうちょっと慎重にね、やっとけば、多分逆転できたんじゃないかなと思うので、悔しいなーっていう試合内容。いやー、マジで悔しい。多分逆転いけたよね。もったいなかったなー。まあでもまあ、勝ち点1最低でもね、持って帰れたのでいいでしょう。うん。じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。
あ、ノリッチか。ノリッチ、あ、すごいな。ノリッチかワトフォード、どっちか取ろうかな、次回ね。はい。じゃあ今回はこれぐらいで終わります。では、また次回です。じゃあね。バイバイ。